アザモーラはどのような有様だ。歯向かった奴は殺され、生き残った奴は捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いている奴がいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。モコだ。はあ、二人とも早く荷車へ。小勢だな、任せろ。やめてくれ、タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってのに。おい、止まれ。ナースだ、ナース。ほれ、酒だよ。酒か、ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。静か。まさかうまくいくなんて。もうひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ、行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち。良いか、万が一にも敵に見つかったら。俺は死ぬんだろ、分かってる。この上見て、門のそば。あれが一通りの頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。おうぞ。おい、ハルボー。え？ジプスゲーベルト。トゥーマン。
진하라고! 야선배! 기호 조심합니다. 잘 듣고. 無事だ。肝が小さいから。行くぞ。さすとばったちん、そらどこ行った。ビーネゴリオフコイン。おい、どうした？カズヤのタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他にカズヤがいない。わしだってカズヤだ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。を探す。仁、勇気を持って敵を見据え。巨に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。レギオン発進だ。チェイオンさん。この前殺された連中と違って、俺は逃げ切ってやる。休ませてくれ。だからやめてくれ。姉さん。だから、何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。
タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。この近くに門か。ではそこから出るぞ。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。あのケンジが村から出られていたらね。まだこっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ裏から少しでも離れよう。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。
火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい？もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ？タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか？飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり？村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。溢れておる。戦えば野犬のように囲まれてしまう。奴らを寄せ付けない手はないだろうか。飛ばすのに向いた諸刃の兵具、敵の強を突き一息に仕留める。